第19回 TOJ ツアムジャパンミノステージ、このミノでのこの TOJ は今年で9回目となりました。今年も晴れました。最高のレースでした。皆さん楽しめましたか？どうでしたか？楽しんだでしょう。大きな拍手お願いいたします。いいレースでしたね。早速5つの賞のこの後発表を行ってまいりますので、それぞれの勝者に大きな拍手をよろしくお願いいたします。まずは今日のステージを勝ち取った区間賞の発表から始めてまいります。区間賞はアバンティアイスウェイスポーツアンソニー・ジャコッポ選手です。大きな拍手をお願いいたします。第1位のアバンティアイスウェイスポーツアンソニー・ジャコッポ選手には、武藤哲弘美濃市長よりミノ和紙のハッピーがまず贈られます。ハッピーでございます。 So happy is a welcome as called wear it during a festival。 どうでしょうか、着心地は。お、いい感じでございますね。和紙で作りましたミノ和紙のハッピーが贈られました。おめでとうございます。Happy is a welcome as a code where it's during the festival. And TOJ Kids 町谷小学校6年生の古田翔輝さんより花束が贈られます。おめでとうございます。市長賞といたしまして、この和紙で作られました時計が贈られます。まだエクストラプライズが続きます。続きまして、副賞といたしまして特別賞でございますね。美濃設備株式会社様よりいただきました本美濃市のセンスが贈られます。プレゼンターは美濃設備株式会社美濃市連合自治会長でいらっしゃいます西部慎一様です。センスですね。このようなものが贈られております。センス is a floating front of paper on a bamboo frame。この竹にこの和紙で作られましたセンスが今贈られました。おめでとうございます。そしてさらに続いてまだまだエクストラプライズがあります。この全て美濃市で作られております和紙製品が準備されてございます。さあ以上でまずは区間賞の発表となりまして、そしてこの発表を脱いでいただきまして、そのままこのアンソニー・ジャコッポ選手にはステージ上にお待ちいただきます。ということで個人総合時間賞は同じくこのアバンティアイスウェイスポーツアンソニー・ジャコッポ選手が獲得となりました。おめでとうございます。こちらのジャージは土本康政ツアー・オブ・ジャパンミノステージ実行委員長より贈られます。おめでとうございます。今日の区間賞、この第3ステージを制しましたアンソニー・ジャコッポ選手が見事個人総合でもトップに立ちました。おめでとうございます。そして TOJ キッズ町谷小学校6年生海川良生さんより花束が贈られます。良生君ちょっと笑って笑って良生
ちょっと笑って大丈夫 OK ありがとう、続きまして副賞といたしましてアンドンが贈られます。プレゼンターは土本康政ツアーブジャパンミノステージ実行委員長でございます。アンドンはそうですね、アンドン is a lamp with a paper shade、 このようなものが贈られております。ありがとうございます。改めて大きな拍手をお願いいたします。続きまして岐阜県収納県事務所長の佐向隆史様より知事賞といたしましてランタンが贈られます。おめでとうございます。さらにさらに続きましてですね、株式会社大垣共立銀行美濃支店長でいらっしゃいます松井大輔様より特別賞といたしましてセンスが贈られます。おめでとうございます。これでセンス2つ目獲得でございますね。センス is a floating form of a paper on a bamboo frame。 おめでとうございます。さあこれで栄ステージ優勝、そして昨日の京都ステージを挟んでこの第3ステージを優勝して、改めて、このジャージを着ている気持ちを伺ってみたいと思いますけども、I'm very happy、today is、stage win number 2 for、Tour Japan for me、today we、take it very easy、wanting a、bunch sprint and、to come away with the win and the leader's jersey is a bonus。 まあなんといっても京都ステージ一つ挟んでね、栄ステージとこの美濃ステージで勝てたとかも最高に嬉しいと、そしてまあ他にも強烈なスプリンターがいる中、自分がこうやってスプリンターとして仕事ができたことを幸せに思っているということなんですよね。でチームとしてもたくさんのジャージを獲得するということになりましたけども、そのあたりどうでしょうか。Yeah, we have a very versatile team here、at the Tour of Japan.、people who can climb, sprint,、very good young rider and、Chris Hamilton, Robbie Hucker, Pat Lane, Mark O'Brien and Sam Crone. Everyone in our team、is a winner on their day, so it's great.チームとしては最高の状況だということですよね。でヤングライダージャージも獲得していますしというとこなんですけども、これだけ多くのファンが集まっていただいております各ステージ、ちょっと日本のファンに一言だけいただきたいと思いますけども、ありがとうありがとうございますと一言いただきました。アンスリー・ジャコッポ選手でした。改めて大きな拍手をお願いいたします。そしてさらにそのままですね、アンソニー・ジャコッポ選手にはこのステージをスタンバイいただきます。そうなんです、今日の結果ポイント賞でも1位となりましたのがこちら、いやもうアマンテアイスウェアスポーツ祭りでございますが、アンソニー・ジャコッポ選手です。改めて大きな大きな拍手をお願いいたします。エブルジャージ獲得となります。ジャージは佐藤芳生美濃市議会議長からまずはリーダージャージが贈られました。おめでとうございます。まずは一人での写真でございます。佐藤さん、そして町大小学校6年生の辻鈴鹿さんより花束が贈られます。ということで賞を総なめで、商品もまたまたこちらが用意されております。副賞といたしましてアンドンが贈られます。またまたアンドンです。またまたアンドンでございますね。アンドンとランプイザーペーパーシェード、そのペーパーがこの美濃市の和紙が使われております。おめでとうございます。続いてですね、副賞がございます。
恵みの農業協同組合常務理事でいらっしゃいます河村康弘様より特別賞といたしまして苗型ハムのセットが贈られます。さらにですね、アンソニー・ジャコッコ選手にはナベアバイテック会社様より特別賞といたしまして、またまたセンスでございます。皆さんあのセンスくださいと言ってもらってもいいんじゃないでしょうかね。プレゼンターはナベアバイテック会社取締役美濃ファンドリー統括でいらっしゃいます岡本雄二郎様でございます。ありがとうございました。改めてこのアンソニー・ジャコッコ選手に大きな大きな拍手をいただきたいと思います。おめでとうございました。さあこれでこのアバンティアイスオウェアアイスオウェイですね、アイスオウェイスポーツのアンソニー・ジャコッコ選手の表彰タイムもうオンステージございましたけども、最後の2つの賞がございます。続いては山岳賞ですね、この山岳ジャージは昨日のまあ、2回の山岳を取りましたタブリーズシャハルダリのベナン・マレキ選手が10ポイントでそのままジャージを守るということになりました。大きな拍手を迎えてください。ベナン・マレキ選手には岐阜県議会副議長でいらっしゃいます佐藤武彦様より赤のリーダージャージがまず贈られます。そして TOJ キッズ槙内小学校6年生の黒田俊介さんより花束が贈られます。おめでとうございます。カロリーズシャールダリベナン・マレキ選手おめでとうございます。そして F 賞がございます。エクストラプライスアンドンアンドインザランプ with ペーパーシェイク、おめでとうございます。アンドンがベナン・マレキ選手に贈られました。続きましてフェザー安全カミソリ株式会社様より特別賞といたしまして男女安全カミソリとお菓子のセットとさらにお酒が贈られます。プレゼンターはフェザー安全カミソリ株式会社常務取締役馬場直樹様です。この美濃の市にねこのフェザー安全カミソリの大きな工場があるということでこのフェザー安全カミソリが贈られました。おめでとうございます。ちょうどね、メラノ選手も髭を剃った方がいいかもしれませんけどね。おめでとうございます。続きまして株式会社十六銀行法人営業部公務障害室調査役でいらっしゃいます宮川仁志様より特別賞といたしましてセンスが贈られます。おめでとうございます。ということで山岳賞はベナム・マレキ選手でした。おめでとうございます。次が楽しみ。おおおお、君たちがなんてかっこいいベナン・マレキねやってくれますね。よかったね、お家に持って帰ってね。さあ新人賞の発表です。新人賞は個人総合時間賞の中で25歳以下の最上位選手に贈られる賞でございます。獲得したのはアバンティアイスオウェイスポーツクリス・ハミルトン選手です。クリス・ハミルトン選手には美濃商工会賞会頭の高い高一郎様より白のリーダージャージが贈られました。おめでとうございます。そして TOJ キッズ牧谷小学校6年生河合ひなさんより花束が贈られます。そして副賞もございます。副賞はアンドンが用意されてございます。
和紙で作られましたこのアンドンです。美濃の和紙でございます。おめでとうございます。いいね、いいね、いい写真ですね。おめでとうございます。そして副賞が続きます。続きまして株式会社高井コーポレーションさんより特別賞として選出が贈られます。プレゼンターは株式会社高井コーポレーション会長でもあります高井浩一郎様に引き続きお願いしております。おめでとうございます。続きまして岐阜県有利業協同組合専務理事船口慎一郎さんより特別賞として本美の市で作られましたセンス女性用が贈られました。おめでとうございます。改めてクリス・ハミルトン選手に大きな拍手をお願いいたします。さあ以上で今日の各賞の発表表彰終了となるんですが、この第3ステージからは、各賞ジャージ揃い組のね写真を撮らせていただこうということになりましたので、各賞ジャージ獲得者の皆さんに改めて登壇いただきます。準備は大丈夫でしょうか。それでは大きな拍手で迎えてください。スミージャコッコ選手、デラン・マリッチ選手、そしてクリス・ハミルトン選手というこの3選手ということになりますね。まずはプレスの皆様方よろしくお願いいたします。正面から明日につながる大きな大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございます。以上をもちまして第19回ツアーオブジャパン TOJ 第3ステージ美濃ステージ表彰式終了とさせていただきます。レース終了してね表彰式も終わりましたけども、せっかくこうやってお集まりいただきましたんでね、あのにぎわい広場、にぎわい広場の方もオープンまだしておりますし、ダファのブースも真後ろございますし、少しゆっくりしてからお帰りいただければと思います。そしてご都合よろしい方は明日またまたね表彰式も担当させていただきました。私スポーツ MC チームリアルから、今日アリーの担当でございました。どうもありがとうございました。また明日稲部ステージでお会いできれば嬉しいです。どうもどうも。